ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子の馬王慎です。ぜひこの旅行動画にコメントと高評価、そしてチャンネル登録お願いします。北東北編第3話お届けしたいと思います。現在地は青森県弘前市の弘前駅です。ようやく青森県に来ることができました。弘前はその中でもいつか行ってみたいと思っていた町だったんです。今回弘前市の気になる場所3つピックアップしてお見せしたいと思っています。どうぞ最後までご覧ください。といってもだいぶ日が落ちてきました。だいぶ疲れもありますし、まずは今晩一泊する宿に向かいたいと思います。まずは改札を抜けたいと思います。お隣停車中の列車は特急津軽。特急津軽が弘前駅を離れていきます。あんなかっこいい列車があるんですね。全く知りませんでした。これが弘前駅の駅舎です。初めて降り立ちましたけど立派な駅舎ですね。今回泊まる宿弘前城側にあるんですよ。そろそろ宿に向かいます。早速見つけました。2023年5月2日一晩お世話になるお宿こちらです。ビジネス旅館アキラソウさん。詳しい説明はチェックイン後にお話ししたいと思います。じゃあ手続きをしてしまいましょう。開けまーす。これが一晩お世話になるお部屋です。予約したサイトはいつも通り楽天トラベル。一泊素泊まりプラン4500円でした。非常にシンプルです。お布団があって枕と部屋着が用意してあります。ここに観音開きの押し入れがありまして、これも一応部屋着ですね。ハンガーは3つ。テレビもついてます。で、ここにテーブルがあります。先ほどおかみさんからこんな嬉しいサプライズがありました。青森といえば銀行。100% のリンゴ果汁で作ったジュースだそうです。ご覧の通り部屋着にも着替えて早速いただこうと思います。よっ、お酒じゃないですけど乾杯。明日は少しゆっくり出発したいと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。非常にいい天気に恵まれて、前日に一晩お世話になったビジネス旅館アキラソウさんを後にしまして、早速弘前市内観光を始めたいと思います。弘前駅にやってきました。今回は弘前駅の東と西側それぞれ向かおうと思ってまして、まずは駅の東側の方に足を向けたいと思います。ここはどうやら小学校のようなんですが、学校のちょうど道路に面したところに綺麗な花が咲いていました。弘前で行ってみたかった場所一つ目、ギャレスのアジトさん、やっと来ることができました。本来であれば弘前駅を出発して徒歩20分前後で行けるはずだったんですが、道に迷いまして、そんなこんなで35分。ここのオーナーさんは元米軍の軍人さんで、今はクラフトビールのブルワリーを経営していらっしゃいます。間違えていたらすいません。確か2階の方ではディナータイムの営業もしてたと聞いてます。
この時間帯はテイクアウトオンリーだと聞いているんで、自慢の一品を買わせていただいて、そのまま弘前駅の西側に戻りたいと思います。BG ブリューイングギャレスのアジトさんの青森エール買ってきました。1本税込み690円。ここで飲むわけにはいかないので、近くの公園でクラフトビール味わいたいと思います。小学校の近くにこのような素敵な公園があったので、こちらの青森エールいただきたいと思います。開けちゃいます。朝から酔っ払いになって申し訳ないんですけど、すごい泡の音が、お、ここまで10分ぐらい歩いたから、その間に中の炭酸が活性化しちゃったみたいですね。そしたらいただきます。そんなに専門家じゃないんですけど、普通のビールとは違う爽やかな味わい、麦の質が違うんですよ。市販されているビールはどちらかというと辛口、麦の個性が強く感じるんです。全く逆で、原材料の中に水飴が入っているので、マイルドで甘く感じます。それでいてとても飲みやすいです。ギャレスのアジトさんの素晴らしいクラフトビール味わうことができましたんで、今度は弘前駅の西側行ってみようと思います。ここは津軽藩ねぷた村と言います。弘前駅からだと100円バス運行しているんですが、あまりの混雑ぶりに無駄遣いを承知で1030円払ってタクシーでここまで来ました。ここで弘前のねぷた祭りのねぷた見ることができるそうなんで、ねぷたの素晴らしさを僕自身体験しながら映像を撮らせていただいて引き上げたいと思います。条件付きで動画撮影してもいいということなんですが、あまり長々とはしないでくださいということだったんで、早速券売所向かいたいと思います。津軽藩ねぷた村のチケットを購入できました。大人1枚610円だそうです。早速入村したいと思います。入り口はこちらです。館内に入るとすぐに今見ていただいているような勇壮な弘前ねぷたが出迎えてくれました。ねぷた？ねぶたじゃないのかと一瞬疑問を感じたかもしれません。実は青森県内でも地域によって呼び名が変わると今回の旅を通じて学びました。弘前ねぷたには扇型の扇ねぷたと人形型の踏みねぷたの2種類があります。一方で施設内にはこのようなとても可愛らしいねぷたも展示されています。ほんの一部に過ぎませんが、しばらくの間弘前ねぷたの魅力、どうぞゆっくりお楽しみください。田村の展示室の外を見ると、このような素晴らしい庭園が広がっております。同時にこの場所は津軽藩ねぷた村の施設内において撮影ポイントとなっており、天気が良い日には津軽富士とも呼ばれる岩木山の素晴らしい眺望が楽しめます。津軽三味線全国協議会加盟会主ということで、たくさんの方名を連ねていらっしゃることがよくわかります。では外へ出ます。ここがそうですね、さっき2階の建物から見えていた庭園が養鶏園なんだそうです。詳しいことはこちらをご覧いただければと思います。養鶏園をゆっくり見ていただきます。鯉が泳いでおりますね。
田村の正面入り口まで戻ってきました。一通り楽しんできたんですけど、楽しんでいただけたでしょうか。このねぷた村、すぐ近くに弘前公園ありますので、そちらへ向かいたいと思います。津軽藩ねぷた村のすぐ近くに、小山せんべいさんというおせんべい屋さんありまして、美味しいコーヒー出されていまして、一緒に試食用のおせんべいをいただきました。またこのおせんべいからいただきまーす。袋を切って、中、豆が入ってるんですね。うん、豆の食感とおせんべいの食感のバランスがすごくいいです。これが小山せんべいさんの店頭で売っていた200円のコーヒーです。この映像を撮っている2023年5月3日は弘前公園の桜祭りの開催期間中だったんです。まあ残念なことに桜はご覧の通り葉桜になってしまって寂しい限りなんですが、ただ園内で屋台ねぷた村に行く前に確認してますので、 OK をくださるようであれば屋台グルメをいくつかピックアップして弘前での思い出をもっともっと作りたいと思います。弘前公園に着きました。では屋台グルメいくつかピックアップして試食したいと思います。公園に入ってすぐのところに豚まんやソフトアイス売っている屋台見つけまして、いちごのソフトクリーム買いました。1個300円でした。いただきます。甘い。たくさん歩いたんで体に染み込みますね。うん、にしてもいろんなお店がありますね。どれも良さそうだな。ふらーっと通り過ぎようとしたら、お店のお父さんがめっちゃ猛烈プッシュされたので根負けしました。30センチのビッグフランクいただいていこうと思います。見てください、この長さ。縦にしたら絶対フレームアウトしちゃうからこうせざるを得ない。この迫力はさすがです。やっぱり長い、でかい。いただきます。うまい。めっちゃジューシーだし、肉の旨味がギューッと詰まってる。これが30センチも続く。これこそ屋台グルメって感じですよ。フランクをいただいたお店のすぐ隣、カニ味噌本舗さんという屋台ありまして、ここのカニ棒、屋台グルメの最後の一品としてご紹介させていただきます。カニ棒25センチのビッグサイズ、早速食べてみます。いただきます。カニ棒の正体ってカニカマみたいなんですけど、カニカマが衣をまとうことによってサクサク感が加わるので、ふわふわの食感を一緒に味わえる、これは新しい発見です。短い時間でしたが、弘前公園内の屋台でグルメを3つピックアップしてご紹介させていただきました。実を申しますと、弘前に滞在できるのもわずかな時間しかありません。次の目的地に移動しなくてはいけないので、そろそろ弘前駅に戻りたいと思います。またまた弘前駅戻ってきました。この駅からまた新しい旅が始まります。今回の旅行動画、楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。今回の企画、行ってしまえば僕が興味を持った場所に気の向くまま足を運んだだけの内容で、必ずしもご満足いただける作品ではなかったかもしれません。どこかワンシーンでも気に入っていただける場面があったなら嬉しく思います。さて、続く北東北編第4話なんですが、実に半年ぶりになるんでしょうか。観光列車に乗ります。五能線を代表する観光列車、リゾート白神、この観光列車による鉄道旅行をお見せしたいと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。